どうもこんにちは。ですね、ディズニーランドに行ってきましたパート1、2、3と、連続して、投稿してきましたがですね、実はですね、あれの他にもですね、まだまだ、見せたいところがあったんですが、まあ、なかなかちょっとうまく入れることができなかったものがいっぱいあったので、それをですね、また一つにまとめてちょっと今回、見ていただきたいなと思います。はい、それではですね、早速見ていただきましょう。夢の国へ行ってきたよ、ディズニーランド番外編スタート。今日天気さ、微妙じゃねえ？やっぱり、いや、今日はむしろいい方ですよ。え、マジで？なんで？いや、あの人が言ってました。今日は天気がいい。美輪さんみたいなスタッフがいっぱい。ほら、宮沢さんになった。はい、2回目の商品レビューです。今回このターキーレッグですね。こちらですね、こちら向こうのスプラッシュマウンテンのすぐそばに売ってるお店ですね。はい、それでは1本500円なんでね、食べてみたいと思います。でかいですよね、ボリューミー。なんかね、ハムみたいな、ハムとベーコンの間みたいな食感で、味はすごいベーコンの味に近いです。でもめちゃめちゃうまいです。なんで一度は食べてみてください。じゃね。さあ、ここはアーケードスペースですね。こちら1回30円と10円単位ですね。これがなんだこれ、占いですね。占い、変なおばさんが占いするんですね。じゃあやってみましょう。あなたは運命というものを強く信じています。運命には逆らえないと感じています。幸いにもあなたは本当に幸福な運命の持ち主です。あなたはこれまでの災いを経験してきましたが、そのほとんどが他の人の、考慮んなんだこれ信慮ん音慮のなさ、なんかこれ考慮資料のなさが原因でした。しかし運命はあなたに味方しています。あなたの運命はだんだんとスムーズに運んでいきます。あなたは多少無責任なところがあるので、それが災いを招くことがあります。あなたはきちんとした綺麗好きな性格で、周りの人がだらしないとそれを許すことができません。自分だけではなく他人も清潔さを求めますので、常に綺麗な環境に住むことに なります。あなたのラッキーナンバー373-8829-4839 だそうです。はい、まあ当たってるっちゃ当たってますね。ちょっとこれじゃあ信じてね、やっていきたいと思います。はい、というわけで、見ていただいてありがとうございます。今、見ていただいたのはですね、あの本編、パート1、2、3ってありましたが、そこにうまくこう入れられなかったものをこう集めて集めたものなので、あのそこまで面白いものとかじゃなくて、あの、まあ、こういうこともあったよとか、こういうのもあったよっていうのを、知ってもらいたくて、入れました。はい、そしてですね、後日ビデオブログの方で発表するといった写真なんですが、こちらですね。こちらスプラッシュマウンテンのこちら、これ他の人写ってっけどいいかな。はい、これですね。イケメンではないですね。はい、あの頑張ってピースして笑おうと思ったんですけど、残念な顔になんか口の中に空気入っちゃったみたいな感じになっちゃったんで、はい、まあこちらがですね、スプラッシュマウンテンの写真ということでね。はい、まあそんな感じです。本当に、見ていただいてありがとうございました。またこれからもこういった動画もね、作っていきたいなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。今日はこの辺で、じゃあね。